UFO 研, UFO 研究、UFO 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 学、UFO ロジー、UFARAGI とは未確認飛行物体、UFO の数々の報告とその証拠について研究する人々の様々な成果を指すための表現である。この場合、未確認飛行物体とは本来の意味での航空軍事用語ではなく、主として地球を訪問する宇宙人の乗り物、エイリアンクラフトと 一般的に推定されている、正体不明の飛行物体という意であり、超常現象用語である。本項目では、そのような意味で説明される。UFO とロジーという言葉を組み合わせて造語された。UFO 研究は、今までのところ大学でアカデミックな研究分野として、確立しておらず、Web of Science や Scopus などの学術論文リストにはない。しかし、 長年にわたって様々な調査が行われてきている。例えば、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、フランス、ベルギー、スウェーデン、ブラジル、メキシコ、スペイン、そしてソビート連邦の政府や研究機関などが、時として UFO の報告について調査してきたことが知られている。一番知られている研究は、おそらく、1947年から1969年まで。 アメリカ空軍が人頭指揮したブルーブックプロジェクトやその前段階のサインプロジェクトやグラジプロジェクトだろう。他にも有名な調査としてロバートソン委員会1953年ブルックリン報告1960年コンドン委員会1966年から1968年緑色の火の玉に関する ツインクル調査プロジェクト、194年から1951年、スターロック委員会、1998年、フランスの未確認航空宇宙現象、アナイデンタファイドエアロスペースファナマナ、研究グループゲーパン、ゲーパン、1977やコメタ、コメタ、1996から1999などがある。これらのうち、空軍などの政府機関の研究は、 防空上必要な本来の意味での航空軍事用語としての UFO 研究であり、エイリアイクラフトなどの超常現象用語の UFO ではない。両者を混同しないことが大切である。アメリカ、イギリス、フランスのように航空軍事用語としての UFO の存在を認め、記録している国は多い。これは国家の防空上当然のことである。しかしながら、それは、 超常現象としての UFO を該当政府が認めていることにはならない。両者を故意に混同して読者の混乱を狙った出版物があるので注意が必要である。航空軍事用語としての UFO の定義は明確である。ただし、UFO が一体何なのかということについては研究者ごとに様々な見解がある。正体が不明なのであるから解釈のしようがないのである。 はずだが、様々な憶測に基づく出版物が存在する。詳しくは、各研究プロジェクトの記事を熟読のこと。政府機関の調査は、本来の意味での未確認飛行物体の研究である。未確認飛行物体の記録が多数あるということは、空軍の警戒体制が不完全であることを示すため、該当国の政府にとっては、都合が悪い。そのため、 以下に示したような各国での公式研究がある。イギリス国防省は1967年により公式に調査を行いその後同様の報告書を発表したが、同じくその存在自体については否定していないし、肯定もしていない。またその後1980年に、ロンドン郊外にある NATO のベントウォーター基地周辺で、基地関係者や近隣住人によって目撃された。 UFO についても、イギリス空軍が正式な調査報告をしその、証言自体を認定いるが、どこから飛来したかという点については、結論を出せていない。そもそも未確認の飛行物体であるから、どこから飛来したかはわかるはずがない。基地周辺で飛行した、研究中の新型軍容器であった場合、その正体は、軍事機密に属し組織的に隠蔽される。イギリス国防省には、 UFO 係の部署があったが、1968年を最後にまともな調査は行われなくなっており、主に電話や電子メールの UFO 目撃情報に対応するだけとなっていた。この部署は2009年に経費削減のため閉鎖されている。2007年4月のこと、フランス国立宇宙研究センター、略称 CNES、いわば米国の NASA のフランス版が、 未確認飛行物体としてフランス国民から寄せられた目撃証言や写真などの情報を CNES のウェブサイト上で公開した。CNES の発表によると公的機関が未確認飛行物体に関して保管してきた情報を一般の人々に公開するのは世界初であった。ちなみに英語 UFO は普通語ではオブニオブニと略す。CNES には 未確認飛行物体研究所、ゲーパンが存在しており、同研究所所長のジャック・パトゥネは、科学者や UFO マニアたちの研究に役立ててもらうために、情報公開に踏み切ったと述べ、2007年4月の段階で、同ウェブサイト上で約400件の情報が閲覧できるようになっていた。なお、この公開はあくまでも、研究目的のものであるので、 そこには目撃者から直接送られてくるスクープ情報などの曖昧なものは公開されていないとされた。同情報公開については www.cnes-geipan.fr からアクセス化。ゲーパンが1954年に設立されて以来、CNES や警察に提出され保管されている情報はおよそ1600件であった2007年時点。 関連証拠品は実に10万件に及ぶ。フランスの知識階級が読む高級紙として知られるルモンドによれば CNES の保管情報の構成は以下の通りであった。つまり残る28%が同定されていないと分類される飛行物体、すなわちフランス語でオブニーイコール英語で UFO であった。なお、正体不明とは文字通りの意味であり、 正体が不明な飛行物体であり、エイリアンクラフトであるという意味ではない。アメリカ空軍の公式の UFO 研究部門プロジェクト、プロジェクトサインが1949年に行った調査では、UFO の存在を肯定する明確な証拠はなかったものの、目撃された UFO の20%が説明不能であったとされる。続くプロジェクト、 プロジェクトブルーブックが1948年から1969年まで未確認飛行物体に対する調査を行った。調査総数12,618件のうちデータ不足を含め正体不明、アンノーンとされたものは全体の4%にあたる501件であったという報告がされている。米国の領空を侵犯する国籍不明の偵察機は 米国空軍に発見されるのを防ぐため、スクランブルの気配を感じると確認される前に逃亡する。偵察機が逃亡に成功すると確認できなかった飛行物体が最終的に UFO として米国空軍の記録に残る。これらが正体不明の実態の一つであると考えられる。また、アメリカ空軍は1967年に コロラド大学のエドワード・コンドン教授に依頼し、UFO に関する調査を開始した。コンドン委員会1969年には報告書、通称、コンドンレポートが止められ、UFO が地球の外からやってきたという説には、何の証拠も認められないという結論に達したが、その存在自体については言及していない。航空軍事用語の本来の意味での未確認飛行物体は存在するし、 501件の公式記録にも残っている。こうした公式調査の結果に対しては、民間の UFO 研究者や研究組織、あるいは空軍内部からの批判もある。また、当時の米国はソ連との冷戦の最中であり、UFO の存在は一般大衆に社会的不安を与えかねないと判断されていた。そうした歴史的状況の中でなされた調査であった。 ことを考慮する必要がある、米国の UFO 調査の歴史で承実。米国での UFO の目撃例は1945年から増加が相次いでいた。しかし当時の米国には公式な UFO 調査機関はなく、ANC、航空資材コマンドのみが目撃報告を収集していた。ANC のネイサントワイニング司令官は陸軍に 空飛ぶ円盤の本格的な研究機関を設置して欲しいと書簡を送った。その書簡には航空機に匹敵する大きさの円盤状の物体が存在していること。その物体は猛烈なスピードや機動性を誇り、遊軍機やレーダーが目撃あるいは接触した際に回避行動をとる、編隊を組んで飛行するため自動あるいは遠隔で操縦されている。 可能性があることなどが記されていた。米国はソ連と冷戦の最中であったため、米国空軍は UFO がソ連の秘密兵器である可能性と考え、1947年にと名付けた UFO 調査プロジェクトをスタートさせた。プロジェクト再創立の2週間前にマンテル大事件が起こり、スタッフはより熱心に数多くの UFO 問題について調査するようになった。 その結果プロジェクト内でも五人説自然現象説と地球外起源説を唱えるグループに派閥が分かれ一時的には後者が有力となり地球外起源説に研究の焦点が当てられた続く1948年には識別能力のあるパイロットがマキ型 UFO を目撃するというイースタイ航空事件が起こりスタッフは UFO 現象は地球外起源のものであることを示していると結論をつけた調査下をまとめた。その調査は空軍のホイトバンデンバーグ長官に根拠に乏しいと判断され焼却された。この報告書が賛同を得られなかったために、プロジェクトサインは路線変換に迫られ、UFO は異常な現象ではないと考えるスタッフが優勢になった。 1949年にプロジェクトサインが行った調査ではエイリアイクラフトとしての UFO の存在を肯定する明確な証拠はないとされた。ただし目撃された UFO の20%が説明不能と分類された。1948年プロジェクトサインはと解明された。プロジェクトの焦点は UFO 現象の調査というよりも UFO を目撃した人々の心理的調査に移っていった。調査は機密扱いであり、半年後の1949年にはすでに最終報告書が出されていた。その報告書では、UFO 目撃例の23%が識別不能として残ったが、そうした例についてグラジは心理学的説明対応した。グラジは最終的に UFO は、 自然現象の5人であるか、目撃者の集団ヒステリであると結論付けたが、そうした分析には変更があった。例として、このグラッジの報告書の中には、複数の空軍スタッフが目撃した T-6 パイロットの目撃例が含まれていた。この事例では、空軍気象局や天文学者が調査した結果、断じて気球でも空気でも幻覚でもないといった、 調査結果が出ていたが、グラジはこれを気象観測用気球だったと報告書で説明し、その理由を明らかにしなかった。しかし、こうした最終報告書とは関わりなく、1949年当時の UFO の目撃例は増え続けたため、空軍は UFO の調査機関があるという事実自体が人々に不安を与えると考え、1949年に プロジェクトグラチを解散させた。1五十一年には円盤型 UFO が目撃され、それをレーダーが捕捉する事件、ホートマンモスの目撃例が起こり、続く1五十二年になると、UFO の目撃例は爆発的に増加した。UFO への一般的な関心が高まる中で、エドワード・ルッペルト隊意はプロジェクト・グラチを再編し、1952年に、 これを、と解明した。ブルーブックは、報道機関に協力し、大衆に、UFO 情報をできるだけ説明する方針に変更した。ライフ氏などがこれを受け、UFO を扱った記事を掲載すると、宇宙人の乗り物説空軍には、問い合わせ殺到し、プロジェクトは、日常業務に支障をきたすまでになった。さらにそうした中で、ワシントン UFO 乱舞事件が起こると1952年の、 UFO 目撃のウェーブはピークに達した。こうした膨大な数の目撃報告によって、プロジェクトの科学コンサルタントに任命されたを、はじめとして、UFO 地球外仮説を真剣に検討しようという人々すら、プロジェクト内に増え始めた。一方で空軍の上級将校や、情報機関の CIA などは UFO が国家安全保障にとって脅威となり、社会的に恐怖を与えるため、 その目撃報告を減らすことが重大だと考えた。あとの1978年には情報自由公開法により CIA に保管されていた1000ページほどの UFO 関連資料が公開された。CIA は1947年以来この問題に関心を持っていた。CIA は UFO の危険性を評価するための会議を1953年1月に 行うことを決定した。会議はカリフォルニア大学の HP ロバートソン博士が議長を務めたためと呼ばれた。会議には複数の科学者、空軍、CIA のメンバーが参加した。サモン会による UFO 研究の結論は UFO は国家安全保障に対する直接の脅威は示していない UFO 報告に価値ある科学的データは含まれていない UFO 報告は 集団ヒステリを発生させ、社会的潜在的脅威を生み出すといった内容であった。このサモン会で調査された UFO 報告は少数であり、また時間的にも制約があったため、信頼できる UFO 報告に含まれる明らかに異常な証拠は無視された。例を挙げれば、ニコラス・マリアナにより提出された二つの飛行物体が映るカラーフィルムがあった。あるブルーブックのスタッフは、 このフィルムが地球外仮説を支持する最も重要な証拠なると考えていた。マリアナはこの物体を目撃する直前に2機の Z 機が基地に着陸するのを目撃しており、Z 機のその飛行物体の違いは認識していると証言していた。しかし、サモン界は Z 機と飛行物体がほぼ同時に出現したため、マリアナは間違えて Z 機を撮影したのだと結論した。 このサモン会をもとにして委員会は UFO は基地の物体だと意識しやすくなるように大衆を教育すること民間の UFO 研究団体を警戒することなどの勧告を出した。また UFO 報告には潜在的脅威があるため空軍は入手した UFO に関する情報の機密保持を強化することが示された。主に米国においては1950年代初頭から UFO の目撃報告が増え続け、大衆の関心が高まってきたことから、新聞や雑誌による UFO を、エイリアンクラフトとして紹介する記事が増加した。市は、ドナルド・キーホー大役海兵隊少佐による、空飛ぶ円盤は実在するという記事を掲載し、注目を浴びた。トゥルー氏は続けて、マクラフリン海軍中佐、コマンダー R、B ・マクラフリンによる、記事、科学者は、 どのようにフライングソーサー、UFO を追跡したかを掲載した。マクラフリンは米国公式の調査であるプロジェクトグラジを批判し、時速25,200マイルで飛行する銀色の物体を科学者が観測したことを発表した。キーホーとマクラフリンの記事は全米紙で地球外仮説を支持し、公式の空軍の調査に反論した最初の事例であった。年、 キーホーは著作を発刊した。この著作は反響及び、キーホーは UFO 民間研究者として不動の地位を得たが、その直前にキーホーは空軍から著作を出版することに対しての圧力を受けており、そのことをきっかけにキーホーは空軍の隠蔽工作説を唱え始めた。また、空軍の方はキーホーの説を否定するプレスリリースを行い、 陰謀論は泥沼に陥った。キーホーの著作に対して空軍はプロジェクトブルーブック特別報告第14号を発表し UFO が今日の科学的知識外の進歩したテクノロジーを観測したものということはほとんどあり得ないと論した。この報告に対してキーホーを含む民間の UFO 研究者はこの報告が最も良質の事例を分析しておらず 空軍のファイルに識別不能としてリストされている多くの事例を避けていると批判した。しかし特別報告14号は空軍の UFO 問題に対する基本理念となった。こうした方針によるプロジェクトブルーブックの研究は後に空軍内部にいたアラン・ハイネックから批判された。アラン・ハイネックによる見解。空軍の説明と 民間研究者の説明によるイメージの差が大きくなり、混乱を呼んだことから、1956年に 2CAP という民間の組織が設立された。1957年には、キーホーが会長に任命された。2CAP の創立に対抗するかのように、空軍は UFO プロジェクトを再編し、識別不能事例を最小限にとどめるように、研究の基準を定めた。 1964年にニキャップは著書 UFO エビデンスを出版し700件以上の目撃例の分析を発表した。同時期、1963年に民間研究者のドナルド・メンゼルも著作ザ・ワールド・アフライングソーサース、フライングソーサーの世界を出版し UFO は気温逆転による自然現象であると説明した。メンゼルは地球外仮説と フライングソーサー熱狂者を激しく批判したが、アメリカ空軍はそうしたメンゼルの著作を今までで最も重要な文献と評価した。また、マスコミは1957年以来、UFO 現象については空軍の説明をそのまま受け入れてきた。しかし1965年に入り、テキサス州などで UFO 目撃例が再び急増すると、もとの空軍の説明に、 納得のいかなかった人々により批判的な報道がされ始め、UFO 問題の公開討論が各地で行われた。特にアリゾナ大学の上級気象物理学者は UFO の地球外仮説を強く支持していが、膨大な調査資料と詳細なデータによる彼の言論は当時の言説に大きな影響力を持った。そして以前は、 UFO 論争を無視していた科学者たちも論争に参加し始めた。そうした流れの中、1966年にヒルズレール大学での目撃例が起き、空軍が公式見解を述べると、全米中のマスコミが空軍を批判する事態となった。空軍の研究が疑われ始めたことにより、1966年、議会はこの問題で、UFO 論争史上初めてになる。 校長会を開くことになった。その結果、より詳細な UFO 研究を行うため、空軍は UFO 研究を大学に委託することが決定された。この結果は、空軍はこれまでの研究が不十分なものであったと、暗黙のうちに認めたことによるものだとも言われている。1966年、空軍はコロラド大学が UFO 研究を引き受け、 がその責任者となることを正式に発表し、がここに発足することになった。多くの研究者が賛意を示したが、コンドン自身は、初めから UFO には、会議的であり、研究者からは相手にされていない UFO を目撃例を、茶化して極端に取り上げるなど、公平ではないと言われる点があった。コンドン委員会では、あるトラブルが起きた。委員会が UFO を、 客観的に研究しているふりをするために、UFO を物理的に研究するのではなく、UFO 目撃者の心理学的研究に重点を置くことを提言し、道の覚書きの存在が発覚し、委員会の研究の客観性に疑問が持たれることになった。その流れを受けて1968年には、議会調査による公聴会が行われた。公聴会へは、 天文学者のカール・セーガンや宇宙航空学のロバート・ベイカーなど様々な分野の学者が参加した。校長会では、コンドン委員会への批判は場違いであるとして禁じられていたが、参加したメンバーの多くは、コンドン委員会に批判的であるスタンスを終始保ったまま、校長会は幕を閉じた。なお、この校長会で取り上げられた様々な UFO 事例の中には、 コンドン委員会で取り上げられた事例と共通のものも含まれていたが、ほぼ同時期であるコンドン委員会の研究とは結論が全く異なっていたというケースがいくつも見られている。コンドン委員会は最終報告書を公開する前に全米科学アカデミー、ナズに報告書の審査を依頼した。ナズはコンドン委員会の報告書の内容を絶賛し、その結論に同意した。 コンドンの教え子で、全米科学アカデミーの議長、フレデリック・スイエッツは、後に、空軍の決定を助けるという、ただ一つの目的のために、なズは、報告を作成したと、後日手紙記している。コンドン委員会の報告書は、プラズマ理論や気象工学など、UFO 問題以外のテーマが多数を占めていた。そして UFO を扱った章では、UFO 目撃例の十一の事例のうち、 61件が5人でっち上げであり、残り30件は基地現象の可能性あり、または識別不能の未解決事例であるとした。この30件のうちのいくつかの事例に本物の UFO が紛れていることを委員会は強く示唆した。宇宙飛行士のマクリビット、エン、ジェームズ・マクリベットやボーマンによる目撃例や1956年のレイクンヒース事件など、 しかし最終報告書のほとんどのスペースは識別済みである UFO 目撃例の記述に費やされた。そして最終的に、コンドン委員会は過去21年間の UFO 研究から科学的知識は全く得られなかった。これ以上 UFO の研究を続けてもおそらく科学の進歩に貢献することはないだろうと最終報告書の結論を締めくくった。 最終報告書が発表された数日後にキーホーやマクドナルドらの民間研究者は記者会見を開き、コンドン委員会を批判した。マクドナルドは、コンドン委員会は重要な UFO 報告の大部分をまともに指しておらず、しかも、コンドンの結論は報告書に書かれてある調査結果を反映していないと非難した。キーホーは、コンドン委員会は、ニキャップが提供した。 信頼できる説明不能事例のうちわず1%を調査したに過ぎないと主張した。またキーホーはニキャップの機関紙にて目撃者は素人であり興奮しすぎていたなど、コンドンが UFO 目撃者の信用を傷つけようとしたこと、コンドン、変人が報告した事例にこだわったことなどを非難した。アプロー、アプローの反応もニキャップ同様に批判的であり、コンドン自身が 多くの目撃報告を内部矛盾があるとして捨て去ったように、この最終報告書も内部矛盾があるのだから捨て去られるべきであろうと、アプロ会長は皮肉を述べた。マスコミや政治家、科学者たちの混沌報告書への評価は分かれたが、一般的に混沌報告書により、UFO 現象ブームは下火になった。空軍は、 混ン,ン報告書の結論を指示し、1969年にプロジェクトブルーブックを終了して、UFO 現象との関わりを断った。空軍が調査した事件は、計12,800件で、そのうち未解明とされたものは700件だった。その大部分は、情報不足から来るもので、本当に不可思議な報告は130件だった。オハイオ州立大学の天文学教授であるは、 1951年に空軍によるプロジェクトグラジの科学コンサルタントの責任者に任命された。当初ハイネックは UFO は自然現象の誤認だという説を指示していたが UFO 研究が進むにつれて徐々に実説を撤回するに至った。特にそころ UFO 事件は彼に大きな影響を与えた。ハイネックは1952年に 独自の調査を行っている。ハイネックは当時アメリカの44名の天文学者を対象に UFO に対する見解を独自に調査した。天文学者のほとんどは UFO に対して無関心であり、通常の物体の5人で説明できると考えていた。しかしハイネックが UFO 現象のいくつかの事例を正確に説明すると、すぐに彼らは関心を示し、し、 一般的に彼らが無関心だったのは情報の欠如が原因であるとする結論を得た。またハイネックは多くの天文学者が世間から疑わしい目で見られることを恐れ、UFO 問題に関わることを避けていると指摘した。ハイネックは嘲笑がもたらす悪影響について述べた米国発の科学者となった。後年になってハイネックはコンタクティーや 低俗雑誌が UFO をセンセーショナルに取り扱っている。せいで、科学者がこの問題を扱うことが、タブーになっている、と指摘した。ハイネック自身は、終始、UFO に対する、どの説にも傾くことなく、中立的な立場を貫いたが、メンゼルの、気温逆転説や、集団ヒステリ説などのこれまでの言説は間違いで、あると批判した。彼は、 識別不能の UFO 目撃事例は無理に解釈することなく未解決のままにしておかねばならないと述べた。1966年の校長会ではもしかすると我々は後世の人間がイライラするような傲慢で偏狂な態度をとっているのかもしれないとも発言した。1967年にハイネックは空軍の UFO プログラムは不十分なものだったとインタビューで答えた。 また、プロジェクトブルーブックの研究に対して、ハイネックは1968年に、書簡の中で、厳しい批判をしている。一つは、UFO に危険性はないと空軍は判断しているが、それは、将来も UFO は敵意を示さないことを意味するものでは、ない、ということ。そしてもう一つは、ブルーブックの研究方法についてである。プロジェクトブルーブックは、スタッフが非科学的で、 十分なトレーニングを受けていないのに、専門的な科学用語を使わ説明しようとしていた、重要な事例を十分調査することもせずに、ありきたりの5人例に必要以上の時間を費やした UFO 情報の分類法に手を加え、ほとんどの識別不能事例を基地現象の5人だと見られるようにした、プロジェクト内部の証拠を同士で話し合うだけで、科学者や研究所と協力しようとしない、 閉ざされた体制を築いた点などをハイネックは批判した。端的に言って、プロジェクトブルーブックはいつでも UFO 報告を自然現象、幻覚、でっち上げで説明できたとハイネックは述べた。また、コンドン委員会の研究が発表された際には、ハイネックはお粗末な作品とコンドン報告書を表し、特にプロジェクトに経験のない科学者を参加させた人選を厳しく批判した。 研究者のジェームズ・ E ・マクドナルドは、長年の間、なぜ信頼できる、UFO 報告を公表せず、科学界に警告しなかったのかと当時空軍にいた、ハイネックに批判的に詰め寄ったことがあり、後に、清々しい気分だったと、ハイネックが語ったというエピソードがある。1952年コーラル・ロレンゼンより、民間研究組織であるアプロー、空中現象調査機構が設立された。 アプローは主に UFO 目撃の事例を収集、分析を行った。アプローはニキャップ、ニキャップとは異なり、UFO 目撃における登場者を含む事例も収集していた。ただしコンタクティの事例は拒否していた。アプローはニキャップの設立を支援したが、後にアプロー会長のロレンゼン夫人は、キーホーによる陰謀論には否定的であった。後に、 夫人はニキャップによる旅重なる空軍への批判に疑念を呈している。1956年にアメリカ空中現象調査委員会ニキャップという民間の組織がタウンゼント・ブラウンにより設立された。翌年の1957年には当時知られていた民間研究者であるドナルド・キーホー会長に任命された。キーーは UFO インベスティゲーターを出版し、 これまで未公表であった管制等による UFO 目撃事例などを掲載し反響を呼んだ。ニキャップもアプロー同様 UFO 目撃情報の収集、分析を行ったがアプローとは違い UFO の登場者を含めた情報の収集は拒否した。これは当時センセーショナルに扱われていたコンタクティの存在をキーホーが嫌ったためであったがそころ UFO 事件が起こると ニキャップはこのスタンスを再考することとなった。またニキャップは UFO 情報の収集活動にとどまらず、広報活動などを通して、UFO 問題に関して空軍に圧力をかけることもあった。キーホーが指揮をしている間のナイスプの影響力は、大きく他の UFO 研究団体を大きくしのぐものであり、ニキャップの圧力は空軍にとって大きな懸案であり、 当時、議会の中で UFO 問題が大きく取り扱われたこともニキャップの影響によることが大きかった。1973年、サウスイースト、ミズーリー大学の物理学部長、ミズーリー科学アカデミー前会長であったハーレー、ラトリッジは大学院生数名と共に、高々旅を飛行する未確認物体の写真撮影と、その速報を行った。ラトリッチはもともと UFO には、 会議的であったが、7ヶ月の実験の末、少なくとも70件の観測に成功した。ラトリッチはそのうち23件の物体を航空機の特徴を示していないが、航空機の可能性がある異常な物体と分類した。他の27件を通常の航空機を超える飛行特性を示す抗体、とした。そして残りの21件をあまりにも異常な挙動を示す抗体に分類し、 科学では、命できない奇跡と形容をした。ラトリッチは、最初に抗体を観測した時点で、非常に不可解な現象を調査していることを認識した、と述べている。1973年、アラン・ハイネックにより、イリノイ州に設立された、研究組織である。クーホースは、UFO が影響したと思われる土壌や植物、人間や動物の分析。 UFO の飛行と発光特性の研究、UFO 目撃者の心理学的研究、UFO の写真分析などを行った。地球外地政研究センター、緊急医であるスティーブン・グリアにより創立された。グリアは未確認飛行物体への目撃証言を集め、2001年5月にワシントンにて20名を超える、軍、企業、政府関者らによる、 暴露会見を行った。また2013年には、シチズンズヒアリングディスクロージャー公聴会に出席し、証言などを行った。なお、下記のレポートには、航空軍事用語としての UFO と、超常現象としての UFO が混在しているので、注意が必要である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。